これより語られるのは、ある王国の二人の少女のお話。二人の革命の物語。さあ行こう。すぐ行こう。本当はね、魔法を使える人がね、ちょっとだけね、羨ましくてね。あなたが羨ましいです、アニス様。精霊契約って、ユフィが？待ってよ！私そんなこと頼んだ覚えない！はい。これは私が勝手に果たすと決めた誓いです。誰よりもあなたを肯定します。アニス様、私はあなたを王になどしたくない。私はあなたに全てを捧げさせたくない。だから決着をつけよう。この魔法はきっとあなたの笑顔のために。